今更解説するダークソウル3武器別おすすめ攻略講座、今回はアーバレスト編。ライトクロスボウからアーバレストへ、その2本の射撃武器からクロスボウの魅力を伝えていきたいと思います。それではいきましょう。アーバレスト、それは最も大型で威力が高いクロスボウ。弦には金属が使われ、使用には高い筋力を要する。キャラクターメイクです。素性は高い筋力を要する戦士、そして副装品は黒火炎壺で始めていきましょう。では螺旋剣を引き抜いてレッスン1、ライトクロスボウを入手せよ。ということでまずはライトクロスボウです。で今回防眼縛りという形の攻略になります。でそこまでできるだけ武器を使いたくない、できれば 100% 使いたくないので火炎壺で倒そうかなと思っているんですけども、これいけるかな。はい、やっぱパリした方がいいね。火力を上げた方がいい。しっかり火力を上げて、そして火炎壺を投げていく。そう、どこまで行っても近接は使わないという方針でいきたい。できればね、できればですが、おそらくいけそうだな。ほい、これでミスった。最悪、回復しようとしてミスってしまった。こっから黒壺か、もったいないね。これしっかりパリしよう。はい、そして黒壺1発2発いけるかな。これは3発でいけてほしい。はいはい、あでもいいんじゃない、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 いいんじゃない。はい、オッケー。さあここからどうしよう、こっからこっからどうしよう。多分いけたな、これキャラクリし直そう。では再びいきましょう。むしろ最初黒壺の方がいいな、確実にいけるから。これウォークライ軽く上がったりしないよね。でちゃんとパリ取ってから黒壺投げます。これはマスト。はい、そして投げる。いいね、いい火力してるね。はい、またパリー取って一発。パリー黒壺ですよ、地名じゃない。パリー地名の時代は終わった。よし、でこれで2段階目入るから、ここをできるだけ上を狙っていく。効かんな、これ2段階目パリーできるよ。まあ狙いづらいので普通に頭狙います。まあ頭もちゃんとクリティカルには入ってるはず。よしと、いいぞいいぞいいぞ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいぞ。あと2発、はいラスト、オッケー。黒壺で撃破完了。もちろん近接は使っていません。近接は使っていない。まあ、ちょっとソウル入手してるから火炎壺をドロップしないかなーで期待でちょっとバトラックス使いましたけど、まあでも一応遠距離武器のみで戦えてる。まあストラム直剣を信じることはないでしょう。エストンかけら取って、で敵をスルーして鍵取って逃げる。そしてグレイラットを助けます。今回のこの防眼攻略はグレイラットが販売しているボルトが非常に重要になります。彼のイベントを最後まで進めることで最強のボルトを入手することができます。ということでグレイラットさんからライトクロスボウを購入します。そしてボルトですね、ノーマルボルト、まちょっと後でソウル量を見て購入するとして、ひとまずこれを強化しましょう。ということでこちらがライトクロスボウです。この武器必要能力値的に全数字を使えるんですよね。でしかも防眼の特徴として能力補正が一つもかかりません。なので弓矢みたいに技量を上げていくとか、あとはそれ以外のステータスを上げていくとかっていう必要は全くありません。この武器を手にした瞬間変質もできませんし、ただ強化するのみと。武器を強化していくだけでその武器の最大限のポテンシャルが得られます。あと変えていくのはボルトだけで、これ片手持ちでも打てますね。装填して放つと、そういった武器になります。でライトクロスボウは防眼の中でも非常にスタミナ消費が少なく、例えば魔法型の魔術師攻略とかやってる時にエルドリッチ戦とかで使うとすごく良かったりしますね。テーセルでも火力一緒なので、テーセル縛りでも使えると。実はかなり優秀なんですよ、クロスボウ。弓なんかより全然優秀です。ということで今回はね、そのあたりの優秀さというものを見せていきたいと思っています。とりあえず99本買いますか。グッバイ。で、能力補正がかからないということはどういうことかというと、もうひたすら生命力、持久力、そして体力にぶっぱできる、いわゆる蘇生攻略が可能になります。なので、攻略的な安全度で言えば、めちゃくちゃ高いです。さあ、ということで行きましょう。レッスン2。アーバレストを入手せよ。これかっこいいな、タックル。まあ、ちなみに全く使いませんけど。ということで、アーバレスト。まあ、このライトクロスボウよね、大型の石弓になります。でアーバレストは深みの聖堂に落ちているので、そこまで進めていかないといけません。で深みの聖堂では結構フラグ管理というか、今後グレイラットを生存させるために大事な要素がとても詰まっているので、慎重にフラグ管理を認識しながら進めていきましょう。では緑化草を食べていきましょう。冷たい谷のボルト、悪いけど楽勝ですね。まず焦点、あーなるほどまあ倒せるには倒せる。
倒せるには倒せるんですけど、あ、でも隙はないな。全然余裕があるな。この距離を保っていて、で、これね、装填して構えてる間もローリングできますので、回避は容易ですね。まあ、これに関しては弓も一緒のことが言えますね。だから別に土至近距離で戦っていっても大丈夫。まあ、特にボルドは土至近距離が安定する相手なので、まずはこの至近距離で、コツコツ当てていきましょう。で、悪くはないな。悪くない。ただ思ったより地道だ、これ。時間はかかりますね。仕方ない。分かってはいたが。分かってはいたが時間はかかる。でもローリング弓打ちとかもみたいなもんないので、ボウガンはこのように地道に当てていくと、まあ、この地道さ堅実さがすごくいいんですよ。でなんならちょっと食らっちゃいましたけど、これ片手で打てますからね。ボウガン両手持ちにしてますけど片手で打てますから、別に威力も変わんないし、当然能力構成なんてないし、そこにね、例えば両手持ちによるモーション値の変化みたいなのもないので、これにしっかり片手でいけると。まあ、片手でいけるってことはつまりガードがとっさにできるということですね。ただこのダークソウル3ガードっていう要素とはあんまり噛み合い良くないので、まあ、てかぶっちゃけガードがいらないぐらいガードの必要ないゲームなので、ひたすらこれこのように打っていくだけですね。例えば直剣使うときも別にあの片手持ちのがぶっちゃけ直剣強いですけど、いらないというね。盾は別に構える必要ない、構えるだけ無駄ですから。はい、一発来た。で、これかわして一発入れる。もうこれだけ。危ね。危ね。ちょっと待って。回復忘れてんの。このゲーム回復できるってこと。忘れ。やべ。ちょっと待った。危ね。回復回復。まずい。あと2個。まあ、ミスることは、死ぬことは絶対ないと思うんですけど。ちょ、両手持ちにしよう。はい。はい。2発。どうせなら、どうせなら、もっと来てくれ。来る。オッケー。ブレスか。ブレスが来たから、これ近くにいる理由はないな。あの、ちょっと減衰、あ、距離減衰してるわ、これ。ちょっと離れすぎは良くないな。距離減衰してますね。痛い。はい、痛い。でも痛くない。これしっかり避けて。これね、真下が2段階目は、そんなに安全じゃないから。やべ。まずいぞ。よし、回復して。はい、一発。よし、これしっかりかわしていかないとダメだ。で、スタミナ余らせろ。スタミナ余らせるんだ。オッケー、ナイス、ナイス回避、ナイス回避。あと2発。はい、かわして。もうゴールドのムーブが、これでもかというぐらい、見受けられる。おい。ゴールドを学べ。なんだこの BGM。ここ知らない。こんな場所あったか。終わった。ちょっとこれきついな。ちょっとじゃない、だいぶきつい。弓よりきつい。ちょっとやばいかも。のけ。強靭でしょ。強靭、のけ。で、このスモレザシードは一応マストではありますね。マストバイ好中。で、このロレッタの骨を回収しましょう。じゃあロレッタの骨渡しましょう。で、丸くなって、で、ここで盗みに行かせ、まあ、まだいいでしょう。ボス戦の直前に行かせましょう。ここですぐ行かせる必要はない。そしてこうぐーるぐーる、ここを抜けていてぐるぐる R& 錬金術師の基本を押さえつつ1回下に降ります。で、2回目で行くと。これが確実、これが白実。アンリさん、彼または彼女、彼女の石は俺が継ぐ。そしてくさびはあなたに1本打ち込んでおこう。これ千人くさびです。はい、鉱山行って、ちょっと待った。俺あんまり上に上げたくない。はい、ここ、あい、届かない。よし、危ないな。ちょっと、登ると上昇負荷が。来いよ、ヘイゼル。安心して見届けてやる。安心して見届けてやる。お前のラストダイブを。鉱山。ということで、夢追い人の位牌の話を聞かせません。それは愚行。じゃあ、くさび石と、あとダガー買い忘れたので買って、そしてライトクロスボウをプラス3に強化します。いった。ちょっと試したい。威力試したいんですけど。いいですかね。その岩吐きより強いぞ。72。72か。72か。72か。やめるあるな。では、プラス4。よし、これで、挑むか。決勝のコローに。そして、その前に彼に盗みに行かせましょう。では、盗んできてくれ。この1回目の盗みで、
結構いいものを入手してくれますと思ったけど、その前にあいつだ。何を悩んでいるんだ。脅威の子ジークよ。彼もまたグレイラットを助ける存在の一人でもありますね。まあ中距離から戦いましょう。あ、いい火力、いいね。ハグレディ相手にはあんま火力出てなかったけど、このデーモン相手なら全然硬くないな、柔らかいな。いや、それか単純にプラス1個の強化がめちゃくちゃ響いてるか。回復回復回復、よし、オッケー、ナイス。さあ倒したぞジーク、脅威の子ジークよ。そして乾杯。さらには寝るまで。そして不倫の指輪は割と相性良さそうなんだよな。まあ相手によって使い分けしていきましょう。多分使う可能性が高い。で、緑化はマストですね。さあ行きましょう、決勝の頃。これに関してはもう中距離戦ってやるよ。お前の土俵で戦ってやる。お前の得意でな。お前の得意でお前を潰す。よし。で、逃げると。で、これね、位置的に、多分、いやー、どうだろうな。中間地点な気がするな。まあ、そこか。ですか。そうですか。もうこれ、ひるませて終わりですね。2発か。まあまあ、上々でしょう。一撃の威力は十分高い。これね、両サイド。こっち側だな。ん？そっちか。え、ずいぶん変なとこ現れた。またそれか。よしと。これ柱使ってこう。無理。まあ、段数は余裕で足りそうですけど、相当時間かかることは確か。で、ここで円を使うか否かも、まあ、集中力、オーラの問題ですね。よしと。一発。はい、二発。食らって。食らってよし。ただこれ2段階目まだいかないよね。もうちょい、もうちょい待とうか。もう何ターンか待とう。これで終わりか。こっからが勝負ですね。気合入れよう。さあ来い、お前だ。これね、できるだけ索敵を無駄にしないように確実に索敵する。よしと、2発 OK。 いや、近接だね。もうやってること近接武器だ。多分あそこだね。多分ここですね。何？え？俺が外しただと？俺のテスキスが？全開ではなかった。はい、かわして。かわして。かわしていくと。無駄だね。見聞色でしっかりパンチ。はい、テスキスを全開しろ。もしくはオーラ、円。円を一度放って、それが粒子状にこうスピリチュアルメッセージするということですね。あなたです。はい、スピリチュアルメッセージ。感情を読み取ります。で、次はどこかっていうのもちゃんとわかる。ここっぽいけど、お前だ。2者択一。 OK、 2択は外さない。 OK、 ラスト。いいね。俺の探知能力の強さのおかげで多分最後はあそこだな。ここか。ここ、うわー、こっち。あー、じゃあそっちだ。分かってた。うーん、まあ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  OK でしょう。まあ、ほぼほぼ探知はできてるんですよね。多分結晶の上から出てくるものが本物なんじゃないかな。あとは距離ですね。距離というか位置。位置で。基本的にエルドリッチと戦っている時と一緒で、離れてるところに出てきますね。まあ、それさえ把握しておけば、ぶっちゃけ探知は余裕と。では、ここからちょっと動いていきましょう。まず、アーバレスの入手もしていくんですけども、それと同時に、今最初に帰ってきているグレイラットが、後にイルシールの盗みへ行かせる。まあ、そのタイミングで、助けるためのね、要因を、人員を確保しなければいけません。ここはシンプルにジークバルト、脅威の子ジークでもいいですし、もう一人ね、パッチ。パッチがグレイラットの友人です。友人を助けるために、彼は男気を見せるんですよ。まあ、彼らしいやり方でね。今回できれば、そのパッチに助けに行ってもらう形で進めていきたい。まあ、パッチイベントを進めていきたいということですね。さあ、ということで、ショートカットね、まあ、すでに1個、はしごとして開けてますので、まあ、ということで、これは乗れるか、トイゾン、トイゾン×かということですね。で、ここを降りて、とんでもないダメージを技量不足ゆえ受けて、これクイステですね。ディズニー。クイステッド・ワンダーランド。で、ここでカークに侵入されてしまうので、そのカークの存在を振り切りながら、一度逃げます。もうすでにアーバレスが目の前にあるのに、ライトクロスボウで戦う理由は全くないので、まずはここ逃げて、そしてアーバレスの入手。これが最優先。で、ここで大扉開けて、一旦、アリアンデル行きます。ということで、アリアンデルに火を灯しません。灯さない。ただ避難、ただ避難場所として使わせていただきます。ということで、アリアンデル、絵画世界。お、脅威の子、ジーク。ではないですね。似せてるな。
口調に似せてるな。よし、じゃあここ渡っていきましょう。そして罠にかかる。いや、夜にかける。いちいち見ないという。ちょっと危ないよ、巨人。巨人の奴隷で、ここからこっち側に逃げてエレベーターを使います。まあ、もう一つのショートカットを開通しつつ先への道を開けていきましょうか。そしてこちら側ですね、この深みの聖堂のね、屋上部分へ向かっていきましょう。で、アーバレストはここの1本2本目、ここですね。ここにあるアイテムがアーバレストです。さあ、入手しました。ただちょっとこれ追われているので、一旦彼をクイステッドワンダーランドで逃げて、で、このまま下に降りましょう。パッチさん、初対面なの？不屈のパッチ。何か言うのでもとぼけるな。これちゃんと追求しましょう。まあ、ノーカウント。まあ、ノーカウントならパッチザグッドラックということで、まあ、とりあえずこれでパッチさんは OK ですね。救出 OK。まあ、間違ってもこれを買わないように、カタリナ意識。こんなものはいらないと。まあ、黒壺1個買って、まあ、特にいらないです。毎度ありと。ということで、こちらがアーバレストです。圧倒的に大きいですね。ライトクロスボウと比較してもめちゃくちゃ重厚。そしてこれ、それだけの威力を備えています。クロスボウってカテゴリーは結構癖のあるものも多いんですけど、癖のないタイプの武器では最も火力が出ると思います。装填して、そして放つと。ライトクロスボウよりもスタミナ消費は少し大きくなりますが、その分火力は絶大です。まあ、ライトクロスボウそんなにバンバン撃てなかったと思うので、まあ、それを考えるとこちらの方が圧倒的に優秀かなと思います。ということで、次はね、ライトクロスボウからこちらに切り替えて攻略、そして強化をしていこうと思います。レッスン3、アーバレストを最大強化せよ。で、その前にこちらグレイラット、帰還してきて、ヘビーボルトとスナイパーボルトですね。これヘビーボルトですね。もうここからヘビーボルトで火力を底上げ。で、これ全部買いたいところなんですけど、その前に、かけら買って強化しましょう。とりあえず、プラス3。見てください。すでに、火力は上回ってます。ライトクロスボウね。プラス1個違うのに、もうすでに強い。で、ここからちょっとね、先に、武器の強化をプラス6までできれば強化したい。ってことでね、ちょっとマラソンしやすいポイントがあるので、そこでマラソンして、台掛けを収集してから、パッチイベントを進めて、先へ進んでいくという形でいきましょう。やっぱりね、中途半端な武器強化だとこの武器大変なので、しっかり強化してからいきます。さて、マラソンといえばここですね。あいつ狙撃で倒すか。はい、火力はいい感じですね。あとは真下に入り込んだ時に戦えるかどうか。これが戦えるのであればいけそうですが、意外といけそう。まあ、ここでしっかり集めて武器強化してから先行きましょうかね。ではひとまずアーバレストプラス6で攻撃力190か。いいですね。で、めちゃくちゃちょうどいいぐらいソウルがあるので、これ2万ソウルにして、鍵買いましょう。今、閉められた音したな。ああ、閉められてる。おい、パッチ。ふざけんじゃねえぞ。じゃあ、エストイビア取って、まあ、ついでにやりますか。はい、オッケー。ヘッショット。円だな。やべえ。スタミナがやばい。おいおいおい、円を張ってるんじゃないのか。えらく反応が鈍いな。おい、その嫌切りがタックに勝っている道理はあるのかい。行け鉱山。タックル最強なんだけど、まさかの、まさかのタックル最強説。これでパッチも安泰ですね。ひとまず採取場にいてくれるでしょう。まあ許そう。許さなくてもいいです。で、まあ特に欲しいものはないですね。グレイラットの知り合いだったんだな。あのネズミジジイには昔ロスリックの牢で世話になってな。今さ出せるかもないんだが、まあくだらん借りがあるのさ。そう、借りは返せよ、パッチを。まあ、ということで、ね、借りがあると、この借りがグレイラットを救います。さて、リベンジというわけではないですが、ちょっとこれは戦っておきましょう。あの頃と比べてどれだけ強くなったか。ん？おい、なぜ当たらない。あの時は70ぐらいだったよね。70、ライトクロスボウ。ちなみにライトクロスボウ70。はい、185。もう戦えるな。もう十分に戦えるレベルになった。お前とも相対すことができるレベル。痛いです。終わりだ。岩吐きより強い。さて、扉開けるか。ここから始まります。アーバレストの神髄を見せる旅がね。さあ行きましょう。深淵の感謝。まずは奥義オブザイヤー受賞です。ただここに関しては別に奥ゲーオブザイヤー受賞しなくても意外といけるんじゃないかなという説はある。で、これセットして、はい、ドン。194。まあ、悪くない。セットしてドン。で、当たんない？何が起きた？撃ってすらいない。
いや、そんなことはない。撃ってはいる。ただこれスタミナはちゃんと蓄えないとな。なんか来てそうですね。そろそろ来てるね、これ。これ、マデカワしていく。1段階目は派生なしか。はい、シンクロ。ダブルスの基本ですね、シンクロ。体力多いな。まあ、生命力にガンブリできるっていう特徴はあるんですよ。それがね、この、今回の攻略の肝だから。肝です。で、威力減衰はしちゃうから、極力近くには痛い。で、スタミナはしっかり。これ、持久力上げよう。持久力欲しい。おい、やりづれ。やりづれ。片手っていう説もあるな。片手でパーリーしながら、あるね。ボコられてるわ。ボコられてる、ボコられてる。これ結構スタミナ気使おう。よし、ナイス。ナイスと言わざるを得ない。はい、オッケー。よし、とりあえず1段階目は終わり。さあ、炎をまといて。来いよ。これに関してはもう、ああ、問題ないね。問題ないわ、これ。こうやって隙を見て、ただ炎が裸に響くか。ちゃんと確定的状況でムーブするか。それが正しい。正しきムーブ。正しいダークソウル3。よし。OK。ナイス止め。止めがいいね。で、これは右にずれる。ただ上手いだけじゃん。びっくりした。ただ上手いだけだ。ただこの感謝。待って、感謝のムーブを理解すぎてる。開花した。私開花したわ。これ、まで避けられるね。で、この、今のは握手。来るよ。はい。これ、こっち。からのセット。セットしとくか。セットしといて、で、ハットですよ。これ、セットしとくと、なんか、上矢印ゲージが溜まってるの見えますか？黄色くなってるでしょ。で、これで撃つと。あ、なるほどね。こういう立ち回りだ。立ち回りは、まず余裕のあるうちにセットしといて、そして、ブンブン、ここで撃つと。わかった。さっきわかった。そしてそしてちょっと待って。これは忘れずに。よし、いけるな。結構立ち回りも良くなった。今で改善されましたね。技の改善。時給ちょっと上げて、生命30にして時給17。いや、これ体力も上げたいな。まあでも時給20まで上げよう。いや、このステフリ最高だな。蘇生ですね。いい蘇生攻略だ。でこれ両手持ち運用が基本になるので、もうね、筋力上げなくていいや。上げようと思ってたけど、筋力も上げなくていい。なんか片手持ち、いやでも待った、待った。サリバーンのこと考えたら一応筋力は上げよう。サリバーン前に上げます。で、まあ、ロブラック、ここね、呼ばない理由ないんですよね、シーリスさん。呼びましょう。白母のシーリス。だって助けてるんだよ、いつも。いつも、どこにでもいるんだよ。助けまくってる。なのにここで呼ばないのは、逆に失礼です。ギブアンドテイクだから。ギブアンドテイク。俺は与えるばかりで、これはね、与えるばかりだったんですよ。そう。受け入れることをしなかった。与えられてもいいと。待って。一匹倒さないとこれ減らないんだ。驚愕の事実なんだけど。これまずい。まずいか。結局都市近距離じゃん。はい。結局。強人ゲー。強人ゲーです。これロイドンの俺、これは乗れるか、それともバツか。もう全く無理だ。はい、近い。なぜか、器が、ボロボロのやつに器が。お、そっちか。いいね、体力30。もうね、初心者の攻略は、体力を30にすることから始めてほしいですよね。これは、声を大にしていたい。体力ゲーです。なんなら初見プレイの時、めっちゃ体力頑張りしたから、ダクソ3。ダクソ2で相当体力無振りで攻略したっていうのがあって、その反動で体力極振りしたからな。ダクソ3反動が来ましたが、下手に縛るべきではないのです。よし、セットセットは終わって、次は意外とこれシーリスさん頑張ってますね。で、この辺も普段だったら2段階目来てるんですよ。やはり攻略速度、いや、キルスピード圧倒的に遅いか。分かってはいたが、知っての通り。ナイス回復。ナイスネイチャー。これは、温かいね。ぬくもりティーと言っても過言ではない。これこそがぬくもりティーです。で、これちょっとどかそう。割って入るぞ、傾斜しようと思ったの。はい。なぜかシーリスが引きつけている。引きつけ、ナイス。ナイス、引きつけ。巻き込まれていく。はい。シーリスさん、これ、ヘイト。
稼いでくれてますね。のけのけ、よし、ののいてもらって、ノイトラ汁がやばい、死ぬ、回復、 OK、 イエロー、最高のイエロー、最高、最型のイエローからの強靭、強靭オブザイヤー受賞。シーリス、待って、シーリス、お前がいなくなったら俺多分詰む、詰む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 詰んだ、出ない、終わったかも、あ、終わったかな、これ、これ終わりの始まりかもしれん、これガチか、ガチか、これおい、ガチか、無理よ無理よ無理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 、これはちょっとさすがに無理かもしれん、粘る、一応粘らせてもらう、はい、いやーきついな、残りそうだけど、これ多分呪いで死ぬな、待って、一旦どかして、どかされて、どかしどかされ、いやきっち、おい待って、回復やめてほしい、超速再生に一切追いつかん、一切追いつかん、これよいしょ、 OK OK、 悪くはない、やべ始まった、いやきっち、とりあえずこれ回復、いやこれ無理だな、これちょっと無理だ、無理だこれ、割り、俺死んだ、いや呪いは意外と耐えてる、いや回復がちょっときついな、これ回復が無理だな、ちょっとこれよいしょ、待って、呪い避ける方法あったっけ、これ無理だよね、呪い避ける方法ないよね、もうダメだこれ、ダメだダメだダメです、割り、俺死んだ、カース、これちょっと無理かも、これひとまず、本当にひとまずなんですけど、ヨエルにレベル上げしてもらおう、時給3上げます、 Be safe our road、 いやもったいねえ、お前に割くリソースなどないよ、もったいないとは言わせない、まあ言われたところ気にしない、ただもったいないです、やっぱりね、深みの宿業たちはちょっと強すぎたんですよね。だから強すぎる相手の前に、まずは弱い敵と戦えばいいということで、シゲブザイヤー受賞です。シゲブザイヤー受賞です。182。戦える。これは強いな。ダメージ出ますね。希望ですよ、これは。しっかり装填して。これもう深みの宿業たち相手に182だと、うわ、全然入んないなっていう。これね、手数の早い武器だったらいいんですけど、これもう特大剣並みに遅いじゃないですか。まあ、なんなら特大剣より遅いですよ、全然。普通に、装填する時間を考えたら。って考えると、これはね、希望なんですよね。絶望でもあり、希望。まあ、希望を語る底なしの絶望でもある。これ語られてるかもしれない。しかしながら、この踊り子戦に関しては希望ですね。夜明けです。未来は明るい。夜明けだ。プルシカ、行きましょう。しっかり装填して撃つ。これ、ね、撃ってる最中は回避できないけど、装填中は回避できるから、装填は積極的にする。ほら、ここで。で、すぐにローリングして、撃つと。さあ、2段階目。ここは2発は入れたいな。もう1発。もう1発入った。次元の狭間超えた。ターン。ターンターン。ちょっと溜めた瞬間に撃つ。で、装填だけしといて、いいね。それを一周やっててほしい。で、装填して、ローリング。装填ローリングをむしろ突き消しとしてバーンザウィッチしてもいいかもしれないな、取り入れていっていいかもしれない、ほら装填ローリングめっちゃいいぞ、うわぁ派遣だ、装填ローリング、はい当たんない、で装填ローリング失敗、最悪、そうまず後ろ、まず裏回りなんです、ここね食らった時に縦に逃げても追いかけて届けられるから、確実に渡り鳥のように、だからちゃんと逃げる、ちゃんと逃げるのが大事、いや今のは当たんないって分かってたじゃないか、ナイスヒルミ、ダンダンダンからの装填して、12が来ない、ローリング OK、 ローリング123、そして撃つ、
あと2発。これ回復しよう。これ全開。これ俺かそれとも待つか。一発。くそ。はい。はい。はい。危ねえ。裏回りしろって。距離で回避しようとするな。くっ。よし、ほら。これ裏回りが効いたな。裏に回ったからこそ、この結果が生まれてるんですよ。ラスト。終わり。終わってください。終わってほしい。よし、来た。いけ。ラスト一発。終わり。いやー、厳しいね。これちょっと待って。ソウル美味しくいただきましょう。いや、これちょっと苦しいな。俺結構、アーバレス結構余裕あると思ってたんだけど、現状、過去一しんどいですよ、今。過去一余裕でしんどい。震えが止まらないです。これひとまずね、やっぱ武器をプラス9まで強化しよう。いや、もうプラス10いきます。いや、これダメだ。ちょっとね、いろんなルートを考えてたんですよ、チャート。もうこれ、崩れてます。ここで踊り子倒してる時点で崩れてる。これ事前に組んだチャートでは、オスロエス倒して、で、そこから、古竜への道へいただいて、で、そこで原盤ゲットしつつ、ハベル装備をゲットするみたいな、夢幻のごとくですよね。これ完全に無限ですね。もう絶対ダメ。パチーと消えたからね、夢幻のごとく。そんな寄り道してられません。もうこれは、さっさと原盤を、アリアンデル絵画世界で取って、そこでもプラス10にする。っていうルートで、早く最強にしないともうこの先生き残れない。もう俺ボス戦全部今のところ苦しいです。ではしっかり赤虫の丸薬を噛み砕いてから行きましょう。初回得点ログインボーナスです。クイックステップ。クイックステップ。クイックステップ。いいですね。いいログボの受け取り。ダメージはそれなりに抑えた。そしてここに帰還で、ショットが開通で帰還しましょう。でね、ここから狙えると思うんですよ。どうですか？はい。まあ、当然だよね、当然。当然水の落とし。で、クリティカルに一番ダメージの入るとこ探そう。いい位置探しましょう。102が、まさか、当たるんかい。126。まあ、ここでいいでしょう。一旦潰します。一旦ぶっ潰します。待って、お前、ここが近いか。判定なし。はい、これが竜狩りです。現代の竜狩り。本当の竜狩りです。お、いいね。やつも狙える。倒そう。よし。これで塊2つ。さらにここに降りて、フシの遺骨を回収しつつ、塊もう2つ回収すれば、これで12個。OK。では、アーバレストプラス8、9、253。最大強化で273ね。ちょっとヘビーボルト買い足しして、で、硬い防具。まあこれ、ルケーニンっていうね、実は結構硬い防具があるので、これを取りましょう。楽だな、狩るの。楽なポイントは間違いなくあるな。楽じゃないところの方が多いけど。はい、ということで、原盤ゲット。最大強化しましょう。はい、ということで、アーバレストを最大強化します。攻撃力今273だったな。で、とりあえずバフ込みで370。さらにこれにフリンが乗るので、もっと強くなると思います。てか、もっと強くしていかないと始まらない。ということで行きましょう。レッスンファイナル。アーバレストで、ロスエッグ蹂躙。強っ。マジ？半端じゃねえ。よし、リベンジマッチだ。シーリス、共に行こう。まあ、まずね、多分ですけど、いや、ワンチャン、一撃じゃない？いや、来たね。倍ぐらい上がってるわ、火力。全然違う。段違い。段違いです、これ。これが本当に俺が求めていたもの。おいおい、ちょっと待って、ロイドなしに一撃って、異常火力者の領域に達してないか？特級に分類してもいいんじゃないか、これ。あまりにも強いぞ。はい。やべえ。強え。こんなに強くなるの？あの頃、苦しみしかなかった。ちょっと待って、いい、ちょっと待って。何もしなくてよかった。あの時は苦しみしかなかったのに。今完全にもう、これ、希望ですね。希望でホーフリング。行きましょう。これはクイーン社弓しか使わない。はい、一発。はい、二発。三発。そして硬い。硬いな。硬いけど無理だな。無理です。さすがに。さすがに無理だな。中途半端に来てるからね。
ちょっととりあえず邪魔だからタコ。タコでちょっととりあえずしっかりここは間を開けてスペーシング重視でデュクシュと回復したけりゃしろよ。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。ちょ、めっちゃ回復しとる。やめてくれ。さすがにもうこれ以上。シーリスってかシーリス働いてるか。シーリスどこ行った。ちょ、一旦のけ。よし、え、ちょっとのいてくれ。これさすがにのいとらじるわ。これちょっとのかねえな。回復1個入れて、回復1個入れて、呪いはいい、呪いはいい、無視でいい、無視でいい。それよりもお前をどうにかして攻撃当てる。当てていく。あと一発ラスト。にはならないか。ちょ待って、ガチ邪魔すぎ。すげえ回復した。すごい。ちょっとシーリス頼む。周りを削いでくれ。ズタズタに削いでくれ。ちょマジきつい。おいおい、最大強化でこれはちょっとやばすぎた。まいそう。さすがにやばいぞ。さすがにこれ終わり。よし、もう最強です。これが最強です。無理です、こんなに強いやついないよ。地獄だった。地獄のような攻略だった。ありがとうシーリス。それしか言う言葉が見つからない。これどれだけの速度でお前を倒せるか。いや、いける。よし、これだよ。背を打つんですよね。それによってこれを破壊すると。そしてフリンロイドの攻撃力が411か。まあまあだな。まあまあだ。ということで杯かわしに行きましょう。ハオレースボール。さあ、いけるか。いけると信じてるぞ。一撃、逃げ切はさすがに無理か。そして払いからの回復1個入れる。なんだ、逃げ切、2連撃、まさか無視した前だ。 OK、 一発で、これできれば内側入り込んで1で装填して待ちで2、あと一発だな多分。よし、 OK。 でここから近づく必要もなくてノーロックで当てられるのであれば当てておく。で装填して1で装填して2。 OK、 悪くねえな、この攻略は全然悪くない。むしろいい。あ、一本無駄にした。まあでも大量に買ったからもう大丈夫だろう。さあ、こちら側全く用ないんですけど、今回はね、やっぱエストビンの強さが物を言うので、エストビンの強さを求めるならこっちに来るべき。ということで、修行の軍勢を集めていきましょう。更新せよ。果ての果てまで。もう正直この量で十分だ。俺が後方から援護する。支援する。いった。おい、戦え、お前ら。立って戦え。いいね、いいね、いいね。おっと、戦い方が半端じゃねえ。素晴らしい、礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。こんなにも、スケルトンが活躍するとは。さて、これは狙えるかな？むしろタックルで強靭削れそうですけど。あ、てかダメージでか。あ、余裕だわ。余裕だ。でも、致命取れないんで、倒しきります。ラスト。間に合え。間に合わず。一応抵抗してみます。一応ね。はい、回避。でも一発。そう、そういうこと。ムーブさえ分かってれば、脅威ではない。危ねえ。今のは完全に耐えた。右目か。右目使えるかな。まあ、いらなさそうな感じはしますね。あ、この帳。事前に組んだチャートが全くうまくいかないので、オリジナルチャートで今走っているもののみが通ることができる帳か。まあ、足し引きあってるな。よっしゃ、イルシール到着しましたし、そろそろ盗みに行っていただきましょうか。来たね。行ってもらいましょう。で、今後行かせると、まあ、彼は生きて戻ってこないと。だから助けがいる。パッチ座りじゃん。グレイラとはどうしたんだ。しばらく姿が見えないようだが。あんた、あのネズミ人の行き先を知ってたら教えてくれよ。何、野たれ死でもしていれば商品を補充できるからな。ツンデレじゃん。教えよ。イルシールです。冷たい谷の都なのどうせ過去の異物だろうに。水気のじじいだぜ。これで、助けに行くんですよね。彼は。あのカタリアの甲冑を着てね。
助けに行くんですよ。パッチってわからないように。まあ、ギブアンドテイクですよ。シーリスに助けてもらったから、当然俺も助ける。いい火力。これね、シーリスと直線上に並びながら戦うことで、しっかりダメージを稼いでいく。なぜか俺に来たし。まあ、俺に来るなら来るでいいんですよ。ちなみに、この、今回の問題点は、まあ、阻止。例えば、エストの阻止はもうほぼほぼ不可能ですね。まあ、それはわきまえた上で行動していけばいいだけのこと。そう。ただ、これで回復はなしだな、もう。ただ、シーリスを生かさなきゃいけないから、ヘイトはこっちで買っておきます。稼いでおきます。遠距離攻撃だからヘイト稼げるだろう。ちょ、シーリス、逃げろ。俺が死んだし。行け。ラスト。オッケー、ナイス。意外と危なかったな。いや、意外といけたな。危ないのは分かっていたが。スタミナが足りない、まだ。まだまだ足りないわ。もう少し、もっと深く。ダイブ。ということで、猫ちゃん、いただきます。で、ボウガンってどうやらね、まあ、属性的に一つみたいで、刺繍部屋が効くらしいんですよね。まあ実際どれほど効くかわかりませんが、ただ倍率は非常にいいと思うので、これは刺繍部屋取りましょう。そしてつけましょう。右目はちょっとつけても微妙かなって感じですけど、一つカウンター力は絶対これ生きると思うので、つけます。回避。行きましょう。鳳凰サリバーン。サリバーンはとりあえず防具脱いで、まあ盾は構えていきましょう。さあ、これで戦うしかないな。一応これは使うか。ここでなぜ飲んだし。まあ、飲もうが飲む前が、問題なし。ハリー、これ。いや、これは、まあまあやばいな。まあまあやばいけど、こいつあんまり遠距離攻撃回避しようとしないから、戦いやすいですよね。うん、だから引きながら、引き打ちです、ひたすら。あ、今ローリング。なぜ間に合わなかったし。だ離れて、ムーブすればいい。基本的に離れて、ムーブ。で、この、やっぱ片手持ちっていうのが、いいポイントですよね。よし、ダメージは強いな。だいぶ入ってる。だいぶいい感じに。おっと、まさかの、好きか。なぜ分身しない？していいぞ。分身したところで意味はないよな。ただ、分身体に阻まれそうだ。これしっかりムーブしよう。分身が肩代わりしやがる。回避するね。やばい、突っ込んできた。はい、オッケー。とりあえず逃げて。これ月画転生。マジ。ちょっと待って。あまりにもダメージいい感じだから。バーン。惜しい。でもスタミナ枯渇するからパリ失敗はもう絶対悪ですね。絶対悪です。ちょっと回避がゆたりしすぎだろ。回避するな。装填かわし。今は攻め切ってよかったんじゃないか。まあいい。これはぬるいね。これは圧倒的にぬるいわ。いい感じ。いい戦いでした。よし、これで帰ってきますね。ホーサリバーン倒したので、一人倒したらグレイラットは帰ってくる。よくぞ生き延びた。危なかった。あの変な玉ねぎの親父がいなきゃ死んでたかもしれん。だからその見返りあったかね。まあ、玉ねぎの親父っていうのは、カタリナーマを着込んだパッチのことです。で、ここでライトニングボルテックスが追加されますね。これ強いのかな？一応買っておきますが、まあ、というか買っておきましょう。雷が効く敵はそれなりにいるので、そいつら相手に使っていければと思っているんですが、まあ、早速じゃあ進化をちょっと見てこようかな。見るためにはやっぱり巨人ヨームでしょ。てか火力結構十分だし、そろそろ防具着込んだ戦闘にしようかな。まあヨーム戦は不利にできますが、エルドリッチ戦とかはね、絶対防具着た方がいいから。ということで鉱山ね。まあでもね、あの意味探し、きっと何か深淵の先に何かを見たはずだから。大丈夫。あの大穴に落ちたところで、僕たちアビスで繋がってるから。では行きましょう。巨人、ヨーム。お前のフィギュアを持っているということで、ここは完全にね、簡単だと思います。ただ、意外と中距離ゲオザイヤーになるということは確か。まあ、まずね、これで頭は当てていく。430か。微妙だね。
で、しかもこれ中距離でやるより結局この近距離でさ、こうやって狙った方が得というね。狙いづら、狙いづらいね。タイミングを考えよう。ちゃんとここで撃つと434を地道に行く感じになりそうだな。ライトニングボルトは、あー弱いね水場だしワンチャンあるかなと思ったけど、ワンチャンもないわ。ヘビーボルト最強で、これで落として1発2発まあ3発は入れていくと。めっちゃすげえ角度で最後入ったな。3発入るね。よし、崩れるの早いな。1、2、そしてすげえ角度で3発目。意外とこれ6本かけてたらこの角度いけんのか。面白。まあでも普通にやってるとちょっとロック溶けちゃうから、なんかやたらとひるむね。1、2で、わけわかんない角度で3。さ、2段階目。かなり戦いやすいですよ、今んとこ。で、大事なのは装填はきっちりやっておくこと。はい、かわして。まあ、このかわすのはどうでもいいんですよ。当たったっていいから。かわしていく。で、装填しとけば、ここがすぐ行く。で、次に備える。一発でもう抑えていく。無理に攻撃しない。無理に攻撃せず、次に備える。次の2000年に備えていく。で、神戸垂れたら、1、2、そしてわけわかんない角度で3。さすがに当たんねえか。どのボスも聞いたことない BGM が聞いたことないとこまで聞こえる。普段聞かない、聞いたことないというより聞かないだな。聞いたことはあるはずなんだよ。でも普段聞かないところまで聞こえるわ。何ループするんだよこれ。さあラストかな。あとは1、そして2と。うん、非常に攻略自体は簡単ですね。神戸を耐えたとこに R1 を入れていくだけ、ロックオンして R1 を入れるだけっていうのが実際一番簡単ですからね。それができるのはすごく強みだと思います。そしてライトニングボルテックスはやっぱあんまりいらない。こいつ相手にいらないってなるともう全ボスいらないです。雷苦手な敵もあとはこの子ぐらいですし、まあヘビーボルトとほぼイコールの火力を持ってるっていう使い道だけですかね、これは。よし、しっかり当てますよ。しっかり一発、二発、そして三、四。四までいってこれかい。ちょっとまあまあ苦しい。まあまあ苦しいですね、これ。まあまあ苦しいですね、今の。だいぶ苦しいですね。来とるし。もうこれ頭狙ってった方がいいのか。苦しい。苦しい。でも、寵愛欲しい。寵愛は欲しいから頑張る。ラストラスト。はい。はい、そして終わり。待って、終わり、終わんね。これさすがに終わり。よし、超愛ゲット。超愛絶対優秀、絶対生きるは。おい、2人とも来とる。さすがにこれは封印ですね。封国封印。はいはい、もうちょい上がろう。あぶね。あ、はい、プロロ。さあ行きましょう。神ぐらいエルドリッチ。実はね、エルドリッチめちゃくちゃ相性いいってのをご存知ですか？これね、めちゃくちゃ相性いいんですよ。距離感的にいいのかな？まあ、ダメージは普通に物理だから通るっていうのもあるんですが、この距離がいいんですよ。エルドリッチとこのボーガンの距離っていうのが意外と相性がいい。で、まず近づいて近接ムーブするでしょ？で、このぐらいの距離で戦えるので、なんか変な、この至近距離で、ムーブみたいのも食らわないし、なんかちょっと今噛み合い悪いですけど、そう、結構ね、だから本体当てが簡単、容易にできる。っていうのと、クリティカルに当たるっていう。この辺がね、すごくいいんですよね。はい、1、2と。それ、こう、近距離なんだけど、ど至近距離じゃないから、そんなにこう、ムーブ的にも濁りが生まれないし、で、この距離って実は、そう、近接圧しやすいっていうね。うわー、回復された。最悪、生命狩りされた。めちゃくちゃ近接圧できるでしょ。これがいいんですよ。もう SL1 縛りとか、もしやった時に、苦しいな、エルドリッチちょっと苦しいなって多分思うと思うんですよ。絶対。まあ、僕は盗賊の担当とかで解決しちゃいますけど。あぶね。早めのローリングが効いたな。これ本当にほら、ね、わかる？
この距離感なんですよね、実は。この距離感がめちゃくちゃエルドリッチをその場に留めるんですよ。マジか、ワープさせなかった。特攻ですねこれ、完全に。まあ、知ってはいましたけどね僕は知ってはいましたけど、特攻なんですよこれ。おすすめです。しかもこれ能力値上げてないんですよ。つまり低SLでこれをやったとしても再現できますというね、強みがあるということだけはお伝えしておきます。エルドリッチはボウガン特攻です。そう、近接ほど近づかなくていいからこそ、ちょうどいいエルドリッチをワープさせない距離感が得られると。お、ロス陸上にはきっとアンドの役に立つものがある。そうか、行かせよ。これが最後の旅になります。そう、彼はもう帰ってこない。だから買えるものは全て買ってあげましょう。と言ってもヘビーボルト、あぶね、意外とヘビーボルト枯渇してた。こんぐらい買っとこう。で、最後のこの冒険で彼は死にます。彼は死んでしまいます。ただ、まあ、そのカバネをね拾ってあげることができますから、位牌という形で、位牌ダイヤでね。パッチ、イルシエルでは助けてくれてありがとうな。グレイだとどうしたの、しばらく姿見えないのかな。同じこと言ってる。教えよう。不機のロスリック。不機のロスリックって言うんだ。二つな。不機とは言うけど、お前は帰ってくるんだろう。でもこのタイミングで行けば、一ボス倒して出現してくれるから、ちょうどいいですね。タイミングはバッチリ。では行きましょう。竜狩りの鎧。もうこいつは物理耐性、そして雷耐性、塊ですから。もはや戦うとなると、しっかりムーブしていかないとダメだ。で、盾に対して、こちらはもう無力なんですよ。完全なる。完全なる黄金の回転エネルギー。OK。完全無力だからこそ、わきまえた上で行動すればいい。で、これ装填して、装填してから撃つと。で、装填して一回回避を入れてから、撃つ。で、装填して回避。で、縦構えてるときは絶対撃たない。そう、この縦構えてるときに撃たないよう徹底していかないと、本当にボルトがもったいないから。一発ね。で、これ装填しておけば意外と速度は速い。速度は力。で、これ縦をぶっ放させると。装填して、ここで撃つ。ナイス、ひるみ。ここは攻め立てよ。いいぞ。ヘッドショットか。そうだ、ヘッドショット判定があった。こいつには。意外でしょ？意外にもヘッドショットするんです。はい、ここ装填して、放つ。クソ、やられたね。縦が邪魔だ。今のはダメだ。回避のタイミングが良くない。今も良くなかったけど、これは噛み上げ良かった。で、しっかり、今、装填は終わってる。もう装填が大事だから、俺装填のことしか考えてない。もう蝶のことなんか考えてないしさ。できたら頭に当てたいけど、狙ってできるようなもんなのか。そこに対する疑問。相手が若干この、頭を下げるタイミングで、戦っていけばいいか。だからこの距離感意外と重要かも。これ無視ですね、これ。その攻撃に何の意味がある。はい、いける。いけない。行くなと言っただろう。このムーブを忘れるな。そう、ここ。盾がない時にしっかり狙う。はい、はい。カノン、はい。そう。装填しながら回避する。理想。理想と現実。今、理想を叶えてます。で、ここで装填しながら回避する。そして撃って回避する。何これ？素晴らしい。素晴らしいチェスター。危ねえ、スナイパーワールドじゃなかった。スナイパーワロスではありません。アーバレストです。スナイパーワロスは、まあ、スナイパークロスは、まあ、弱いですけど、アーバレストは強いから。さあ、ここでグレイラット、この先に挑んだか。回収しながら行きましょう。回収業者になる。グレイラットの位牌をね、しっかり回収しながらゴッドヒルとカムイ。この大食を進んでいきましょう。で、あなたとは戦わない。戦いたくない。てか、絶対勝てない。もう無駄な戦いは避けるんだよ。本能は戦いを避ける。まあ、とりあえず、カムイ、シシキシ、アルバート、決勝の娘。クリエムヒルト。クリエムヒルト。やばいっす。逃げます。おいタコ。まあ、ひとまずこれね。ひとまず、ここ解放して、解放。まあ、ここからグレイラットの位牌取り行きましょう。まあ、ひとまずちょっと一段下に降りましょう。まあ、そうすると、カラスどもが、
腐りゆく存在がいるけど無視して、そこだな。ほい。そしてここ。グレイラット。よく頑張った。泣き殻拾っていってやるよ。そしてこれで位牌を渡します。まだ温かい。詮索は無用でお願いします。で、これによって何が販売されるかというと、まあいろいろ追加されてるんですけど、今回重要なのはこちら。破裂ボルトと爆裂ボルト。まあ破裂ボルトは今回いいとして、爆裂ボルトなんですよね。これがなかなかに強いと。大量に買っとこう。まあこれが使いたかった。まあいっぱい買ったんで、ちょっと一発試し打ちしてみますが、彼に打ちましょうか。まあ爆裂しますね。今ダメージどんなもんだった？ちょっとダメージがどんなもんだったか見えませんでしたが、まあ、これが非常に強いと。まあ、今回このね、爆裂ボルトで、ちょっととりあえず総王子の蹂躙からやっていきましょうかね。なんで話しかけた？くっ！ここでこんなに食らうのは想定していない。これは想定していない。12本。1本無駄にした。さあ戦おうじゃないか。存分に呪い合おうじゃないか。ということで、総王子。まずは王子。はい、回避。で、これは、まあ、立ち回り結局一緒なんですよね。まず装填して、そして撃つ。274。どうなんだこれ。274。どうなんだ爆裂ボルト。どうした？こんなもんか。一旦じゃあ普通の。おい、なんだ？爆裂してねえ。爆裂？爆裂感がないんだけど。まあ、ダメージはいいけど、確かに。いいけど、こんなもん。こんなもんなわけ。いや、こんなもんなのか。まさか。はい。まあ、爆裂、多少爆裂はしてる。まあ、確かにヘビーより強いなら、使う価値はありますよ。そして意外と今、あー、食らっちゃった。はい。はい。いや、でもこれのいいとこって、確かに距離減衰がないんだよね。ボウガンって基本的に、中距離、遠距離、どんどん距離減衰、距離で威力が減衰するじゃないですか。まあ、それがないと。それがないっていうのは強みですよね。はい。で、これセッティングして、はい。まあ、ただ火力で見れば、まあもちろん火力で見ればこれ使った方がいい。エクスカリバー！もちろん火力的には使った方がいいですね。これ少しわずかでも火力が高ければ、そういうわけで使う理由になりますから。なりうる。よし。そして1、2、はい、一発。で、しっかり装填して、かわして、かわして、一発撃って、かわして、そしてスタミナを蓄えて、この柱も使われてるな、相手に。はい、一発。で、装填しながら、エクスカリバー！これ回復でしょ。完璧タイミング。オッケー。ナイス。ナイスですね、完全に。早い。でもさ、何がいいって、勝て。我勝てり。硬すぎ。狙いづら。意外と狙いづら。おい、狙えてねえ。マジか。これはまずいね。いて。やってしまった。いや、狙えないな。これ結構厄介だぞ。ようやく当たった。うん、これ王子の方が入りいいね。よし、来た。いやー、これ相当しっかりめに回避しないと。そして俺が硬い。尋常ならざる硬さ。よし、来た。しっかりめに回り込んで、で、一発入れていくスタイル。大丈夫。ボルトが足りなくなることは 100% ない。100% ないけど、これ。100、めっちゃ当てづらいな。はい。むしろこれ距離取った方がいいかも。っていうことでもなさそうですね。ってことはもうこれどうしたらいいんだろう。あー、難しい。爆裂がもっとさ、爆裂してくれればいいんだよ。十分してる、十分してる。十分爆裂してるよ。これを不満に思うな。やべ。これ強引に回復した方がいいな。一個回復して、今の当たるか。これ回復。1回復で、しっかり、耐えたのは、よしとしよう。ただ、この先は、臭くてかなわ。かわして、裏回り。
できたら一発でも巻き込みたい。よし OK で、しっかり、うわー切れたか。まあ仕方がないだろう。でもここでめっちゃ入るじゃん。いいねいいね。ここでこんだけ入るんだったら、もうとにかくこれはね、もう無駄に変に狙いすぎないでローリアン行った方がいい。エクスカリバーだ。カリバーン、よし、ダメージ量は、あ、でも今見た今ロースリックにだけ当たってる。どうしたこれ。待って、特性爆裂ボルトのそのやや拡散する、若干拡散するその特性が実はマイナスに働いていた。よし、めっちゃ当たるじゃん。待ってこれ、王子ロースリック2段階目に関しては、こと2段階目に関してはこれ完全にヘビーの方がいいかも。ヘビーボルト推奨です。はい、でも最速切り回避できてね。はい、回避、これ回復、これ蘇生攻略の妙義鉄柱あたりが出てるね。鉄柱あたりじゃない、妙義鉄骨あたり、違います、もうやめましょう。一発当たるか。まあ当たるんだよな基本的には。で装填しながら裏回りへ。もう何も喋ることはないですがしっかり装填して一回待ってから、あ、一発、そして装填し直して一発ということで、王子いつまで守られる側でいる。これは父と子、そして王の物語、ファイナルファンタジー15。なかなかどうして、悪くなかったですね。爆裂ボルト結構良かったな。ただ2段階目に関してはヘビーの方が当てやすかった。これは単に慣れによるところなのか、それともボルトの性質によるものなのか、まあ、やや爆発する性質はもしかしたら2段階目は相性良くなかったのかもしれませんね。さあ、それでは最後の戦い行きましょう。王たちの化身。今回ね、防具の硬さがね、もろに出てます。さあ、爆裂ボルト243ね。まあ十分でしょう。でしっかり回避してからムーブするっていう、かなり基本的なね、ダークソウルのムーブですね。これが可能になる。で回避して、でこれまで避けて来ない、しっかり見るっていうのもできますね。あと彼はそんなに回避をしてくるタイプではないから、意外とこれ相性は悪くないかもしれない。爆裂していけ。爆裂、これ距離減衰ないんだったら意外と2段階目の方がいいかもな。2段階目で必殺技を放っている瞬間に撃つとか、いや、ここだな、ここですね。むしろ大力、その大力なんで HP 減少しないんだよ、おかしいだろ。バンバンで装填して切り替えた。相性が悪いと見るや否や即座に切り替える。それはかなり悟いだな、その息や。よし、なぜ食らったしなぜ食らったし、今その判断はね、賞賛に値するね。そして警戒に値するね。ついたな、片膝。よし、 OK。 これ今しっかりまで回避できてたな。で装填してから一撃避けて一発。さあ次は槍か。槍の時間か。これガチで回避されないから超戦いやすいんですけど、ブンブン。やっぱ化身ってこのぐらいの距離の方が安定するよ、さすがに。はい、これ回避、装填しながら回避ですよ。でこれスタミナ不足ですよ。ただこれが硬さなんです。痛いです。これ圧倒的、見てこの圧倒的防御能力、防具です。この流刑人のね、意識ってめっちゃ硬いから、序盤に入手できるにもかかわらず超絶硬い。マジか、まで避けきれんかった一発目が。魔法来たね。魔法どうなるんだろう、魔法どうなる、これどうなる。距離減衰いないんだったらこの距離で戦ってもなさそうだ。はい、どうせあいつ回避しないから相性よくね。シューティングバトル、シューターゲームになった、シューターゲームになりましたね。あ、オッケー。
よし、ちょうど切れたな、爆裂ボルト。面白いね。さあ、来い。2段階目。ここは、下手に攻撃を加えずに必殺技打たせた方が得ではありますが、パンパンパン。やっぱ打たせるっしょ。ほら、若干ブレる。よし、いいダメージよ。そしてバンで、これは歩きで回避して一撃。このクイーンに対して、あー、ディレイマン、スレイマンやられた。で、これね、回避は、回避というか回復はちゃんと飛び込んできた後にした方がいいんですよ。してないんですけど、普通に今で、やっぱ至近距離で戦った方がいいな。で、しかもこれ結構隙あるから攻撃入れられますね。はい。で、装填しながら回避する。そう、回避と同時に装填するんですよ。そしてそれは来たな。収束、いや、拡散刺繍。うわ、拡散する先輩。あ、足、これ積んだ。あっぶね。積みかけた。中華が積みかけた、完全に。ほら。1、2、スタミナ枯渇しつつ3、そして4、乱さ出るレランパーゴ。いや、そりゃセグンダイターパーに至ってないな。明らかに弱い。その弱さで俺に挑めるか。デスレクション、セグンダイターパーしてこいよ。いや、今がデスレクションして、セグンダイターパーか。すま、あまりにも矮小すぎて気づかなかった。危ね。装填は終わってる。意外と回避するな。来るか。それは拡散し、収束する。だが一撃加えることを最善とする。しかもこれ終わったな。それが死に際だ。足元を見よ。絶望が広がっているぞ。王たちの化身よ、これで終わりだ。貴様はこのボウガン一つに勝てないんだ。その丘に何の意味がある。ということで、最終的な捨て振りはこんな感じです。30、30、35と完全なる蘇生ビルドです。ということで、お疲れ様でした。アーバレスト、序盤が特にきつすぎた。ただ一部ボスには非常に刺さる面白い武器だとは思います。あくまでメインウェポンを別に据えて、そのサブとして使っていく。特にエルドリッチですね。エルドリッチ戦めちゃくちゃいいです。今までの武器で一番良かったかもしれない。ワープさせなかったっていうのはあるんですけど、そのワープをさせない立ち回り、距離感っていうのがある意味勉強できる、ちょうどいい距離感なんですよね。近接威圧がしやすい。そして火力も物理だから出る。もうこれは言うことなしです。ぜひね、エルドリッチ苦手って人は使ってみることをお勧めします。それ以外のボスは、まあ、ちょっと序盤やっぱり火力不足すぎる。特に深みの主教たちは、今回最強でした。どうしようもなかったです。お疲れ様でした。